晩飯をご覧の皆様、こんにちは、小澤秀幸です。今日は在籍1年目 U17 ワールドカップにも出場した経験のある野澤選手と一緒にキュウリを使った美味しい料理を紹介します。最近我が家に愛犬が増えて、バロンって言うんですけど、その子がめちゃくちゃ可愛いです。5月から家族の仲間入りをしたバロン君は水浴びがとっても大好き。可愛いですね。健康にはバランスのいい食事が大事です。そこで若菜先生、今日もバランスのいい元気の出る食事をお願いします。はい、今日の元気飯はきゅうりの水分でしっとりジューシー、きゅうり揚げ餃子紹介します。まずは美味しいきゅうりの選び方教えてください、先生。きゅうりはこのイボイボのところが痛いほど尖っているものと、この緑色が全体的に濃いもの、そして持った時にピンと張りがあるものが美味しいきゅうりです。イボが痛いほど尖っているものが新鮮なんですね。まずはきゅうりを5ミリ角くらいに切っていきます。はい、切ったきゅうりに塩をまぶすんですね。これはなぜなんですか？下味をつけるのと、きゅうりの水分を抜くのと、あとはしんなりさせて包みやすくしています。なるほど、とっても大事な工程なんですね。そしてニラやひき肉、各調味料を入れたボウルに水洗いしたきゅうりを入れてしっかりと混ぜ合わせます。よく肉だねを混ぜ合わせたら皮で包んでいきます。この肉だねを入れる分量、なかなか難しいんですよね。先生、包むのとってもお上手。どれも形が整っていますね。次に熱した油に入れて揚げていきます。今日は揚げ餃子にしていますが、焼き餃子や水餃子でも美味しいですよ。煮てよし、焼いてよし、揚げてよしなんですね。そしてこんがりきつね色になるまで揚げたら、きゅうりの水分でしっとりジューシー、きゅうり揚げ餃子の完成です。衣のカリッカリと肉だねにたっぷり入ったきゅうりの食感がマッチして、とっても美味しそう。きゅうりってこんな風にも調理できるんですね。今晩のおかずはこれで決まりだ。きゅうりはカリウムを多く含むので、余分な塩分を体外に排出してくれて、むくみ予防に効果的です。ビタミン C も含むので肌荒れにも効果的です。最後に野澤選手、テレビの前の皆さんへメッセージをお願いします。リーグがもう少しで再開しますが、今はこのような状況で最初は無観客試合という形になりますが、皆さんとまたスタジアムで一緒に戦えるのを楽しみにしているので、それまで、テレビでたくさんの応援よろしくお願いします。